今日はワンマンライブのリハーサルの初日ということで、久しぶりにメンバーが集まってます。しゃ、今日のリハ、はい、どうや、マジやってやりますよ。 OK、ワンマンライブ2年ぶり。結構前回から期間が空いちゃって、まあ、やれなかったっていうかやらなかったっていうか、まあ、どっちもあって、活動して早々まだこう曲も自分たちの経験も少ない中でワンマンライブを2回やって、やっぱまだまだだなと、こう力をつけるために、まあ、しばらくちょっと準備をしようっていうような、そんな気持ちがあって、まあ、今回はだから曲もね、もう30曲以上あるし、まあ、自分たちのね、その演奏だったりとかステージだったりとかっていうものも培えたのかなと、そういうところもあって今回満を持してワンマンライブを決行するという形になりました。でここだけなぜか覚えてた。ちょっと久々のね、あの初期の頃の曲とかやったり、あかねとか、にわか雨、追走列車、もう個人的にすごい好きな曲で、でもちょっとフレーズちょっと思い出すのに精一杯だった時があったりなかったりですね。前半懐かしい曲がいっぱいで、特にあかねとかは何年ぶりだろうみたいな、やっぱりいい曲だなって再認識しましたね。で追走列車とかも相当久々で、うん、楽しみです、はい、久しぶりのワンマンライブということで、この2年半の間、本当にいろんなステージを経験して、いろんな、場所にも行ったし、あとはメンバーが一人抜けたりとかですね、本当にいろんなことがあった時間だったなと。で、あとはちょうどドクター・ビア・グレース4周年時期でもあるので、今回のワンマンライブですね、本当に節目になる一日しっかり成功させて、気持ちよくね、5年目に突入したいなと思ってます。このワンマンの日に解禁になる情報もいくつかあるので、その辺もですね、楽しみにしてもらいたいなと思います。自分自身どんな形になるか、自分たちでもねちょっとやってて未知な感じなので、まあ、ライブ本番どうなるか楽しみです。今回もオクタビア・グレースって言ったらなんかちょっと一筋縄じゃいかないようなアレンジっていうのが絶対どの曲にも入ることがあるんですけど、今回もやっぱ出力があって、まあ、そこら辺をちゃんとバシッと合わせて皆さんにお届けできるように今日から仕込んでいこうかなと思っています。新曲の、まあ、全体の初練習になりました。まあ、思いのほかうまくいったとは思います。まあ、ちょっと難しいフレーズとか多いのでちょっと心配ですけど、お楽しみに。
今日は平成最後の一日をオクタビアグレースと過ごしてくれて皆さん本当にありがとうございます。明日から令和の幕開けを頑張りましょう。ライブ関係ない。最後最後ライブ関係ない。幕開けを頑張る。難しくない？なんて言えばいいの？まあ、これから後半戦になりますけども、最後の最後まで。あ、後半戦、はい、じゃあ、はい、皆さん今日は平成最後の一日をオクタビアグレースと過ごしてくれてありがとうございます。明日から令和の幕開けそのくだりはいいんだっつーの。令和やめよう。皆さん今日は平成最後の一日をクタビアグレースと過ごしてくれてありがとうございます。まだまだ平成もあとちょっとですが。今日は令和最後の皆さん今日は皆さん今日は平成最後の一日をオクタビアグレースと過ごしてくれてありがとうございます。次の元号でも仲良くしてください。